皆さんこんにちは、美容室ベルのアンジェと申します。今日はこちらのキヌージョのアイロン32ミリを使って朝時短でできる可愛い巻き方をお伝えしていきたいと思います。はい、ではまず片方ずつ巻いていきます。半分に巻けます。大体なんとなく半分に分けてあれば大丈夫です。上の部分はピンで留めておいてください。そういたしましたら耳前から巻いていきます。まず外側にアンカール挟みます。こんな感じです。たらその上を挟んで、ここを持つとやりやすいです。こんな感じですね。その上に軽くアイロンを当てます。こんな感じです。同じものを後ろにどんどん作っていきます。束はあんまり多く取ってしまうと熱がうまく伝わらずに巻きづらくなってしまうので、少なめに巻いていくのがおすすめです。外側にアンカール、その上を挟む。後ろに向かって火傷しやすくなってしまうので、後ろは2段でも大丈夫です。一番後ろはなるべく前の方に持ってきて、アンカール、もし届く方は上にもう一段作っていただいても大丈夫です。そしたら適当に紙の束を取って、この先ほどこういうウェーブを作ったんですけれども、この真ん中の2個目のところから挟んで固定を縦にしてくるくるっと巻きつけます。で、外しながら取る。これをもう一つ作ります。中間から挟んでくるくるっと上に巻きます。で、これを間に作ってあげることで、ふんわり感が増します。したら上の留めてたのを外します。留めてた部分は地毒紙でしっかり溶かしてあげてください。したら今日は時短巻きなので、上は2つに分けて一気に巻いていきます。1つ目はまず毛先は外側にアンカールします。たらその上を挟んで縦にくるくるっと先ほどと同じようにして外しながら、こんな感じです。後ろも同じように巻いていきます。まずは外側にアンカール、この上は波ウェーブと同じように挟んで縦にくるくるっと巻き上げます。こんな感じです。したら冷めるまでこのまま置いておきます。この間に反対側も巻きます。まずは半分に巻き取ってピンで留めます。
波ウェーブをする前はしっかりこう手ぐしで溶かしてあげてからでないと髪が傷む原因にもなるので気をつけてください。この時この左手でここを挟んであげるとやりやすいです。次持っていたところを挟んで交代してあげるようなイメージです。こんな感じです。で上も外します。で上は一度しっかり櫛で溶かしてください。こちらも2つに分けます。こんな感じです。はい、両方巻き終わりました。そしたらオイルをつけて仕上げます。オイルはあまりつけすぎないようにしっかり手になじませて毛先を中心につけていきます。で内側からほぐすように広げます。で顔周りのこういう内側のところにはしっかりつけてあげます。するとこなれ感が出てちょっと今っぽい印象になります。はい、こんな感じで完成です。やっぱり顔周りは3段波ウェーブを入れているのでとこなれ感が出るのと、あとオイルのスタイリング剤で仕上げるっていうところも束感が出るのでおすすめです。この後ろの方はワンカールしかしてないんですけれども、上はしっかり巻いたのでそんなサボったような印象も顔を見た感じはわからないと思います。時短にはぜひやってみてください。